せてみろ。今回は1月17日の挑戦で亡霊の武力上昇が2から3に上がったノーマル石灰を紹介。亡霊持ちでありながら2コスト武力8知力4とスペック4インランのステータス。経歴はやや癖はあるけどこのスペックのカードが全体強化を持つこと自体が優秀。経歴は指揮5で味方の武力プラス3の全体強化。自身は武力プラス5、兵士が弓兵になり走り位置に移動方向に瞬間移動と乱戦速度上昇。弓兵になる効果と接近戦力の乱戦速度上昇はややミスマッチ気味。近距離で使用する場合は斬撃を当ててから軽略を使うと気になりにくいかな。効果時間が 8.8 カウントあってその間に斬撃はリロードされてるから、軽略使用直前に斬撃してても効果終了時はリロード済みで剣豪に戻るよ。操作地の瞬間移動を使って乱戦に持ち込んだり相手の鉄砲を避けたりできるし、兵力の少ない敵部隊を狙って乱戦速度上昇で撃破できれば理想って感じかな。ループレーズだ諸君。意味わかりません。復讐の時撃て。眠くなっちまった。撃て撃て撃て。やり直しか。我が前を磨け。俺様は無敵だ。撃て撃て。はあ、天雷。私を侮ると死ぬことになりますよ。やっぱここは逃げる。撃て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 。眠くなっちまった。ループレーズだ諸君。流派発動。三の型何も成していない。
意味わかりません。全機解放。ルプリーズだ諸君。ほれ復讐の戦機解放。俺様は無敵だ。やっぱここは発動。一の方トロワ、回り回るロンドを聞け。苦しい。やり直しか。ちゃんとぶちかましてやっか。えい、ゴーレのお手本見せてあげますよ。撃て。流派発動。二の方撃て。やっぱここは眠くなっちまったな。撃て。まだ何もなしていない。号令のお手本見せてあげますよ。油断したか。苦しい。はあ、どんなり。やり直しか。今回は2試合あるよ。これは俺の望み死ではない。撃て。行け。流派発動。一の方行け。まだ何もなしていない。
天からの迎えか。はあ、天なり。復讐の時。まだまだです。えい、バカ。行け。レプリーズ・ザ・ショック。3の方撃て。気高き武士よ、今こそ立ち上がる時ぞ。何もなしていない。リュウハ発動。三の肩撃て。これは俺の望む死ではない。雲は決まった。タロア、回り回るロンドを聞け。我が前を磨け。復讐の時。俺としたことが。今世の赤を狙え。ギリギリを狙いすぎて電気のキスがバラバラに。聖堂を彩るにふさわしい音色だったよ、諸君。ご視聴ありがとうございました。